県内一の越軸の産地、尾道市では収穫が最盛期を迎えています。収穫しているのは蓬莱市と呼ばれる越軸。強い甘みと程よい酸味が特徴です。尾道市浦崎町では本格的な収穫の時期を迎えました。尾道市は雨の量が少なく水はけが良いことから栽培に適しており、県内シェアのおよそ7割を占めています。今年は猛暑のためかやや小ぶりとなりましたが、例年以上に甘みが強いイチジクが育ちました。この猛暑で皆さん生産者も大変ですが、おいしいおいしいイチジクができておりますから、皆さんどうぞ食べてください。収穫は10月下旬頃まで続き、県内のスーパーに並びます。